心リンクゲームズベイ君でございます。さあ、いよいよやってまいりました。城の宮殿、灰の女王がいるラストダンジョンだと思いますが、ラストダンジョン、進んでいきましょう。なんかいきなりゴーレムが見張ってるけど全く動く気配はないのでご安心ください。で、いきなり左右と、おお、なんでこんなところにもセーブあんねん。おい、あ、ここの真、ここが開くとここにボスがいるという流れでございましょうか。よくろ、わーん、寂しいか、一人で待ってて。一人でもないな、一匹か。おお、いきなりできますがな、強そうやで。ちょっといきなり先制攻撃かましてみましょう。やっぱ先制攻撃がでかかったという感じですな。経験値も結構もらえる。進んでみましょう。右上にね、一応星があるので、右上以外を見てみたいところではあるが、あ、先生、この、迷宮の目か。これをね、さっき覚えてきたんですよね。何やったっけ、ミラント君が教えてくれたんだかな。ミラント、おお、お前は、すぬ。ドルチ。騎士道。なんかやたら強そうなやついっぱいいんな、最近のゲームは。ゲーム？うぬ。すぬ、アシュも問題なく倒しておきましたよ。こっち何？まあ、宝箱。あ、そうです。これで、あ、マップ開けてないとやっぱ見れへんのか。で、こういう風になると見れるわけね。OK ですよ。キュアバイタル。これなんか最近流行ってんな、このアイテム。よう分からんアイテムやけども。なんか敵が強そうな多いね、それにしても。来る？来るか。じゃない。オッケー。なんかね、ジャボーの狩猟よりかは今んとこ余裕でございます。さあ、スヌから逃げろ。早っ、スヌ。オッケー。展開の風というのを覚えたからつけておこうかな。これか。よし。なんか、姫はほんまに、回復とか、状態異常回復とか、そんな能力ばっかりやな。ん？広いか、もしかして。どうや、どうや。ね、これね、これ。わー、ワープしそうな予感がしましたが、いかがでしょうか。どこ来た？ワープしてます。あ、でも宝箱。おー、ラッキーラッキー。妖精の霊薬。オッケー。迷宮の目の効果が切れた。オッケー。なるほど。こういうのがあるわけですね。さあ、帰ってきましたよ。じゃあ一応迷宮はつけておきましょう。わーん。ということは、この段、お、これ、とっとこ消えちゃう。倒せ倒せ倒せ。逃げんなよ、お前。あー、これ消えんねんな。隠れ身のとか使った方が良かったか。あいつ取っとこうとか、なんか経験値めちゃくちゃもらえるやつの、しかも上位版っぽかったけど、どうなんでしょうね。じゃあ次は左の、左とかや、この北を見てみましょう。こいつは無視したいところではある。オッケー。お、宝箱ですね。はいはいはい。はい、オッケー。アンロック。隠れ身の霧とか使おうかな。獣王の爪。ええやん。獣王の爪使ってみよう。使う手が、装備は、する人がいた。獣王。強い系か？まあまあ系か。まあ、獣王の爪つけとくか。んで、もう一匹、あい、爪これか。じゃあ、ウキートくんに、どれ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 。猫の爪これか。ちょっと攻撃力落ちるけど、まあ、器用さが上がるんで、よしとします。ヘビ最強やな、これ。ヘビ最強説。逃げる逃げる。あ、逃げてくれた。逃げてへん。どっちや。よ、わかる。んでは、下に、ね、こいつ。コッツの、また違うタイプのやつか。将軍じゃない方か。元帥か。怖っ。びっくりした、今。じゃ、一旦、ここで回復をして、あ、ついでにセーブをしときましょうかね。はいはい、セーブ。さて、こっち行こうか。迷宮止めの効果が切れた。そんなこれいらんか。そんないらんと見たで。こっちも複雑なんから、まさ。また形が複雑かな。まず、このまま上に行って、元帥は逃げてくれるんで、元帥はもう、戦います。OK でーす。
さてさて、こっちは宝箱あるかな。 Nothing。 もうなかなか緊張する展開ですよね。もうそろそろボスが、おお、これ追いつかれるやん。OK でございますよ。では右上が正解と見たから下に行きましょう。うん、君は君やる気勢か。さあ OK ですよ。これはこっち行きましょうか。あ、またワープゾーンですね。このダンジョンめっちゃ広いんちゃうか、もしかしたら。どうします、それやと。こっちでもなんか話展開してしまったら、オッケーオッケー、よかった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 、はい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 。これどこなんやろな。あー、え、どこ。あーとかなんか知ったかぶりしてもうたけど、どこでしょう。はい、特に何もなかったんで帰ってきましたよ。ほいでもって下行きましょうか。じゃあこのまます、よし、逃げてくれた。逃げてくれんのありがたいね。オッケーオッケーオッケー、いい感じ。まあ、ジャボー城に比べて、ジャボー城七市城に比べたら、かなり、わかりやすい形になってるんじゃないでしょうか。次は上に行きまして、ここのさらに上に何かあるかもしれんけども、やる気あったー。やる気勢は倒しておきましたんで、あれ？何あれ？これは相当に広い予感がするな、このマップ。で、ここに行って、でどうなる？あれ、なんか全然違う感じのとこ来ましたかね。おう、ええ、許してる許してる、嘘嘘嘘嘘、嘘やで嘘やで嘘やで、嘘やからね、安心してねー。ゴーレムちゃん、どうするこれ。行くか。え、これ全員やる気ぜ、もしかして。あ、そんなこともなくか。よかった。いや、よかったよかった。全員やる気ぜやったらどうしようかもだ今。さあ、で、ここがどこですかね。ここがまた全然違うマップか。あー、これで絶対動くんやろ、どれか。どうせほら動いた。やめてやん、そういうの。ビビるやん、こっちは。戦う気ゼロやし、ほんで。こいつらも動か、動くんかい、お前。なやねなやねなやねな、はい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 、宝箱。あ、戦うなかやもんけ。あんま強ないか、もしかしたら。はい、びっくりしたわ、もう。なんやこのごっついロボ、襲ってくるなんて聞いてへんで。でもさっきの僕たち見たことあるよね。あ、ほんまや。ああ、いろんな森や洞窟でピクリとも動かんようになってたやつやな。その通りです。まさかこんなところでそれぞれに襲われるとはな。でも地上で見かけたやつも昔はこの宮殿で女王を守ってたのかもしれんな。うん、そうかもね。ま、ロボの気持ちなんかわからへん。ここから、これから先はあいつらにも気をつけていこうか。うん、マジか。ここワープできるようになったりする？そんなこともなく。オッケーオッケー。準備してんなあいつ、マジでめっちゃ準備してんで。では素直にこっちに行って、これめっちゃ広いな。めっちゃ広いぞこのダンジョン。どないします、これ何これ何。あっちセーブポイントあるやん。ないないない、よう分からんぞまだ。やる気か。あー、やる気やった。 OK、 ちょっと敵が多いな。そしてなんかやる気勢が増えてきたな。さっきちょっと逃げてくれてるやつを、ほらこいつもやる気勢や。戦いましょう。あ、OK ですよーん。というわけで、どう来たか忘れたな。ここ、なんかここ、行けそうやで。行けたし。マジで。マジで。来い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 。よう見つけたな、俺今。いける？しつぐちゃんいける？懐かしいな、デカロックさん思い出すな、このポーズ。あれ、こっちにセーブが見えたんやったっけ。あれ、ここ何じゃ。一旦セーブしましょうか。あ、オッケーですよ。ほんで、まあ今セーブした後にちょっと上に行ってきたんですけども、あのちっちゃい小部屋みたいなところにグロリアスランスという槍の強い宝箱があったぐらいで、特に何も、面白いことはなかったです。それでは行きましょう。お、イベントやんけ。うん、おい、ここどないしたんや。え？またあいつ、シャルル。シャルル。ココール。女王はまだ救えぬ。
孤独の果てに生み出した心の壁を破らぬ限りな。破る、破れるよ。ふん、たった一人で幾度も女王に挑み続けたお前がか。心一人じゃないもん。オリバーが、みんながいるから。心。ふははははは。心よ、ついに決意したか。この少年に全てをかけると。オリバーお願い、シャロルに力を示して。マジか。シャロルに勝って、あの杖を。心。マジ言うてんの？わかった。僕はシャザールと戦うよ。ほんまかいな。来い。救世主オリバー。マジか。お前の力。第10の評議委員、シャザール。おお、いきなりやんけ。びっくりしたんやんけ、マジで。こいつは強いか、やっぱり。君の力を見せて。了解。では、まず例によって、オーラバリアを、みんなに貼ってから、貼って、ほんで、ほんでほんで、何やってくる何やってくる、あーってやったな、今。とりあえず、じゃあ、得意のグラディオンかますか。唯一無二の必殺技、グラディオン。はい。天の雷鳴。天の雷鳴はまずそうやで。はい、どう？あー、そういう技ね、そういう技ね。はいはい、オッケーですよ。で、もう一回グラディオン行こうか、じゃあ。オリバーゲー。これが悲しい現実よ。オリバーだ。だって438やで、あんた。はいはい。次何してくる？次何してくる？大地の怒り。まずいっちゃうか、大地の怒りは。スタートしてる。はい、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。大地の怒りごときでは、俺の、なんか、グラディオンは止めれへんで。うまいこと言えんかった。噛みつきも強いな、でも。やばいやばい。スヌとか使ってあげよう、やっぱり。なあ、せっかくスヌいんだ。はいはい。炎火の炎。ゲゲゲイ。ゲゲゲイやったな。はいはい、静かやな。オリバー気づいたか、あいつオーラの色によって使う技が違うようなやな。おうほうほうほう、かなり強い技を使ってくるから、オーラの色を見て耐性があるイマージェンと入れ替えてみたらどうやと言ってましたが。はい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 。いけ、オーラの色か。どうやって切り替えるの、分からへんぞ。分からへんぞ、あんまり。ピヨンピヨン言うてるやつは何や、なんか怒ったか、分からんかね。まあいいや。はいはい、あ、ごめん、まあ、黄色い、あ、白いって青や。だから氷か。氷に対して持ったやつは分からない。でもそれじゃスヌが氷に弱いので、スヌは外しておきましょうか。あ、絶対レート避けようね。絶対レートー避けろよ。オッケー、めっちゃいい感じやん。めっちゃいい感じやん、今の。はい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 と。いい感じ、いい感じ。よし、回復したな。入りき、ナイスナイス。いつの間に取っていた。これはでかいぞ。めっちゃ強いもんな、これ。995。半端やないっす。あ、間違えた。なぜテンペストを選択した？なぜ俺はテンペストを選択した？封印状態にしろ、ついでに。そんな甘い話ねか。はいはいはい。じゃあ、スヌに変わって。スヌは火に強いはずなんで。スヌで攻撃しておきましょう。はいはいはい。はいはい。ペシペシ。うん、こいつは結構いけるかもしれんと。ああ、これそういう攻撃ね。でもナイスって出てたね。うんうん、これ結構戦いやすいぞこいつ。え、めっちゃ食らった今。何が起こった今。あかん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 。大地の怒りか。大地の怒りってどんなやったっけ。ああ、あれか。あ、もっともっと回っとけ回っとけ。下から来んねこれ。どっか行った。オリバーに変わって、不死鳥。うん。相変わらずマルちゃんがよく死んでしまうな。何してる、シャザール。やる気があるか。なんかするか。ふわー言うてるだけか。コンセントーン。ヒール。はいはいはい。ではもう、白いからニャニャオにやっといて。俺、白と青の判断さっきからついてないな。青やな、どう見てもこれな。殴り殴って、絶対レードは避けようね。うん、しかもこれ8000範囲ねんの、絶対レードは。あれ、避ける選択してなかった俺。なんでやろう。なんかたまにはあんねんな、これ。丸ボタン押したつもりやってんけどな。
押してなかったか。いつから丸ボタンを押していたと思っていたってやつかな、例によって。グラディオン。かわしてあげましょう。はい。400。神秘の炎。大丈夫大丈夫、オッケー。はいはい。では、すぐに変わって、切っとくか。レシー、レシー。もう一回。レシー、レシー、レシー、レシー。いいよ、いい感じ、いい感じ。オリバーって、緑は何や。緑は風ってことか、要するに。衝撃波。まだでか、衝撃波は。おしおしおし、その前に止めました。うん。シャザールはなんか分かりやすくて、戦いやすかったですね。まあこんなところですよ。うん、まあこんなところやな。英検現地、英検現地来てるよ。さあどう出る。見事だ。よくぞ抑え込んだ。我が亡霊よ。あ、やっぱ亡霊なんやな。え、亡霊？シャルルはね、もう生きてないの。シャルルはね、杖なの。杖？杖ってその杖のこと？そう、私は。魔導の杖、バルゼノンに宿る魂だ。杖に宿る魂？杖ってそのグラディオンみたいなやつか？ああ、グラディオンはこのバルゼノンの対となる杖。君は君たちを、私は君たちを導くために杖を与えたのだ。その少女と同じにな。え、同じ？女王に敗れ、一の国に封じられた心は君と出会い、君に二の国への扉を開かせた。扉を開くための杖として、モーエの大樹、天空樹の技を与えることでな。天空樹の枝ってあの木の棒？うん、シャロルにもらった杖なの。そう、そして彼女は君たちをここまで導いたのだ。しかしなぜそんなことまで、あなたは灰の女王に仕える表銀のはずでは。ふっ、私は表銀、いや表銀なのではない。この仮面も偽りの姿に過ぎぬ。彼らの一員になりすまし、ずっとそばで見守り続けたのだ。ほう、やっぱり。我が愛しい娘のそばで。愛しい娘、まさかそれって灰の女王？おい、そうなん？ってことはよ、あんたレイナスの親父さんなのか？私の亡き後、レイナスは道を誤ってしまった。希望を願って唱えた聖杯によって。娘は絶望に落ち、孤独の中で灰の女王となった。レイナスは今自分で逃げ込んだ深い闇の中で自分の世界ばかり見つめている。自分の世界。無念だった。魂でしかない私には娘を正すこともできぬ。頼む、レイナスを救ってくれ。あの子の心を覆う邪悪な衣と仮面をこの杖で粉砕してくれ。もうマジか。え、お父さんってことは魔導ってこと？ん？違う？判断誤った俺。シャルル、お父さんが娘のために。そういう問題じゃないのか。オリバー、シャルルはね、オリバーに託してたの。僕たちがやらなきゃ。このバルゼノンと一緒に助けよう、灰の女王。うん、レイナスを。バルゼノンを手に入れた。なんとグラディオンの上があったということかよ。あっさりと。あっさりとあったってこと？どうなんその辺。グラディオン。バルゼノン5470。そんなバカな。そんなバルゼノンバカな。そんなことがあっていいのか。グラディオン装備した方がいいじゃん。せやな。皇帝の杖。よりグラディオンの方が魔力が上がるよね。オッケー。で、グラディオンにラースしておきましょう。なんか主人公っぽくなくなってしまったけどな。バルゼノンのせいで。では、一応セーブをして、じゃあ次回かな。次回、先に進みます。そして多分、灰の女王と戦うことになるのか、お楽しみに。守ってる。雫は必死やった。来た。あくまで私に歯向かう。灰の女王レイナス。苦しみ続けるがいい、永遠に。来ました。